なんだこれは。何かの骨、化石か。恐竜、いや違う、この骨格は人と同じ直立歩行する生物のものだ。かといってこれは明らかに人のものとは違う。推定約3メートル、いや直立なら4メートル50ほどか。それにこのまがまがしいまでの形相、これではまるで。まるで何なのかね。困った男だ。あれほどここには立ち入らぬように忠告したというのに。人間ってのは禁じられれば禁じられるほどそれを破ってみたくなるもんだ。もっと気をつけるんだな。なるほど、次からはもっと気をつけるとしよう。なぜそこまでしてこの存在を隠そうとする。認めるわけにはいかんのだよ、このような存在をな。確かにこれは我らにとって異質な存在だ。しかし今までもその存在が公にされていないだけで、こういったものはこれまでにも何度か発見されてきた。ある程度の真実と誤情報を流して全てを嘘に見せかけるなんてのは、あんたたちの得意とするところじゃないのか。諜報員気取りか。ただの考古学者だ。大した学者だ。これが何らかの突然変異程度のものだとでも思っているのかね。うん、君に一つ尋ねよう。人はいつ猿から人になったと思う。さあな。ミッシングリンク、未だに決定的な証拠は発見されていない。やれやれ、君が私の生徒なら赤点だな。その答えなら目の前にあるだろうに。どういう意味だ。進化の根源。進化の根源。この存在がなかったら我らは未だに猿だったかもしれないということだ。ではこの化け物のような化石が人類に進化させたと。どんな証拠があってそんなことを。所詮はよろずの神などとふざけたことを抜かしている黄色い猿が。君は人間というのは禁じられれば禁じられるほどそれを破ってみたくなるものだと言った。確かに言う通りだ。好奇心が旺盛なのだよ人間は。それが人間の良いところだ。好奇心があるからこそ人間は次々と新しい知識を得て進化していった。だが同時にそれは悪癖でもある。知ってはいけないものまで知ろうとしてしまうのだからね。かつて人が楽園から追い出されたのもその好奇心に負けて禁断の果実を食したからだ。そう、好奇心というものは猫をも殺す。往生際の悪い男だ。おとなしくしていればすぐに楽になれるものだが、次は外さん。うわっ、この何をする。離せ。くそ、人の腹に穴を開きやがって。さすがにこいつはやばいか。あ、
彼を起こしたのは何時か。誰だ、何時か。我を起こしたのは何時か。我を起こしたのは何時か。誰だ、俺を呼ぶのは。何時が訪れるの、幾億という時待っていた我は一人。我は孤独。何、我を理解しよう。腹からを覗く汝、進化の行く末よ。我と共に見届け。何、我に与えさすれば、汝の望み叶えよ。何を言ってるんだ。汝の望み叶えよ。汝の望み叶えよ。望みよ。苦しい、もう眠らせて。契約は成立した。我は汝なり。横になってください。
ら無理するから。そうだった、奴らと戦って戦ってどうなった。ダメだ、それからが思い出せん。戦況のことですよね。なんて言ったらいいか。攻めてきた人たちでしたら途中で引き上げていきました。ですから退却した。はい、なぜだ、なぜ奴らが撤退した。なぜって言われてもいつの間にかいなくなってましたし、あれって白愚さんが何とかしてくれたんじゃなかったんですか。私が、それでその時にアルルをかばって怪我をしたって。怪我そうだ、アルルは無事なのか。だからおとなしく寝ててください。でしたら白愚さんがかばってくれたおかげで無事ですよ。元気すぎて困るくらいですけど。怪我はいいのか、あんな大怪我をして。え、大怪我って何のことですか。何を言ってる、あんな大怪我を負ったというのに。アルルーの怪我って転んだ時に膝をすりむいたくらいですけど。何？膝をすりむいたくらいだと、そんなバカな。確かにあの時はアルルーは今どこにいる。アルルーなら、はあ、何？よはっ、切る。こら、アルル、なんてことするの。いや、いい。それより、怪我は本当に怪我はないんだな。え？冷たい。怪我は。どうした、膨れっ面して。何でもないです。何でもないって、なんか怒ってるように見えるんだが。怒ってなんかないです。そうか。父さん、もっと、ん、もっとなでなでする。ああ、こうか。なぜかますますエルルの顔が険しくなっていくような気が。おじさま、気づいた。お目覚めになられましたか。とりあえず生きてるようですわね。ご無事で何よりであります。悪いエルル、一応止めたんだが。もう、だからアルルーから目を離さないでって言ったのに。いや、ちょっと目を離した隙に。オボロ、お前たちの怪我はもういいのか。俺たちはそんなにやわにできてないからな。さすがに少し答えたが、それだけだ。もうなんともない。それはすごいですわ。あら、どうしまして。なんでも
ない。でもおじさま、ずっと目を覚まさないからみんな心配したんだよ。そうか、心配かけたな。さあ、ユズワ様、こちらです。クオロ様。ユズワ、お前も来てくれたのか。アニジャが意識を失っている間、何度も何度もな。そうか、心配させてすまなかった。それでもありがとう。はい。ハクオロ様の息遣い、くすぐったい。心配しましたのよ。心配かけたな。一応私を心配してくれるのだ。それでね、酒蔵が潰れてしまいましたの。もちろんすぐに直してくださいますよね。ああ。いい加減にしないか、見苦しい。清浄、本当によくぞご無事で。どうかもご苦労だったな。よくやってくれた。母、もったいなきお言葉、痛み入りまする。正常。いや、そのだな。あのような行為を自重していただくため、正常に出陣を控えていただいたという。それが恩義を危険にさらされては、何のために我々だけで出陣したとお思いか。本来なら言いたいことが山ほどありますが、今はやめておきます。どうかご自身を大切になさってください。ああ、すまなかったな。いえ。それでは皆さん、白オロ様は安静中ですから、そろそろ席を外しましょう。そうですわね。ゆずっち、行こう。はい。それじゃあね、おじさま。では、それがしはこれにて。俺たちも行きやすか。兄者、後のことは任せて、ゆっくり休んでてくれ。どうか、ご自愛。それではエルルー様、あとはお願いします。はい。ハルルーも布団に潜り込まないの。いや、お父さんと一緒。ハルルー一緒。構わんよ、ソラ、おいで。ですか、じっと手を見つめたりして。人の
私の手だ。はい？いや、あれは夢などではない。この手の感触、あの鮮明な光景だ。あれが事実なのだとつけている。あれが私なのだと。だとすれば私は何者だ、エルル。はい。あの時何を見た？は？あの時一体何が起こった？私はどうなってた？あの時って、そう言われても、私が駆けつけた時には白愚さんが気を失って倒れてて。そうか。あれって白愚さんが追い払ってくれたんですよね。一体どうやってやったんですか？ならばなぜエルルたちはそのことを覚えていない？アルルのあの怪我は。白愚さん。どうした？もしかして眠いんですか？ああ、まだ眠り足りないらしい。それだけですよね。それだけ。おばあちゃんみたいにどこかへ行ったりしないですよね。心配ない。ただ眠いだけだ。そうですよね。あの、手を握っててもいいですか？ああ、エルルの手のぬくもりが伝わってくる。なぜだろう。なぜこんなに心を安らぐエルルがそばにいてくれれば、このぬくもりがあれば人として生きてゆける。そんな気がする。私に用があるのではないのか？それがしの気配に気づくか？そのように心が揺れては赤子にすら気づかれよう。その方、何者か？ハウエンクワゴトヒが扱えるものでないと思ってはいたが、このクンネカモンに戻り何が狙いか？答えぬか？何者か？か、私は私だ。他の何者でもない。謎解きをするつもりはない。次はないと心得よ。おお、私を斬るか？私は事実を言ったまで。
源氏丸。それはお前も知っているはずだ。まさか。老いたか源氏丸。以前のお前なら相手に時間など与えなかったがな。まさか。まさかあなた様は。時は動き始めた。源氏丸、再びお前の力を借りるぞ。それともここで私を切るか。その覚悟があるのならいつでも相手をしてやろう。早すぎる。なぜ目覚められた。